今日はアークをやっていこうと思います。恐竜を捕まえながらサバイバル生活を楽しんでいく話題のオンラインゲームアークなんですけども、クリスタルアイリスという無料で遊べるマップがまた、登場したので、そちらの紹介をしていこうと思います。現在いるのはですね、この左下のエリアにいますね。南西かな。ここは、この今回の新しいマップで出てくるというトロピカルワイパーンっていうのがたくさん飛んでますね。油の油膜みたいな色の羽をしたワイパーンが飛んでいる。はい、そしてこの帽子ついてますね。5周年記念のイベントの品だそうです。こう、あの正面から見ると A の字が見えるんですけど、ダメだ、正面から見るとアークの A の字が見えるんだけど、プテラノドン の顔、頭の形に合わせて帽子がへしゃげてるからよくわかんない。はい、で、ドードを倒した時に手に入るケーキを今左下に見えているこの調理鍋で合成するとこの帽子手に入ります。いるのかな、どうなのかなってやつですけどね。今日はね、このクリスタライズをザザッとね、島の縁のあたりを見ながらね、どんな風な今具合なのかなってのを、見ていければいいんじゃないかなと思います。もう早速ね、これ PVP なんで見つけた人は倒さなくちゃいけない状況ですけども、このプテラもう乗り捨ての覚悟でやっていきます。一応自衛用にね、一周できるのかチャレンジみたいなところがありますね。自衛用にクロスボウを持ってはいますけども、今話題のクロスボウ持ってはいますけども、まあ多分多勢に無勢とかなるでしょうし、ここのマップにこうもっと強いやつを運んできてはいけなかったことが忘れたんですが、まあ、多分、もっと強いね、まあ、流れ夢とかね、そういうので襲われたら多分ちょっとあまりもないことでしょう。たかだか HP300 程度のプテラでどこまでやれるのかと。このね、このドード、この赤い帽子かぶってるドード、これを倒すとあのケーキってのが手に入ります。倒してみましょう。はい、はい、で、ほい、ね、出ましたね、ケーキスライス。これを手に入れていくと、これね、これ捨てる、これを手に入れていくことでこういった帽子がね手に入るということですね。今レベル46のプテラですね。捕まえるとき20レベルだったんで、まあそれでも育った方ですけど、育つのちょっと待ってました。はい、雨が止みました。こんな風な綺麗な景色なんですね。ちょっと画質の関係であんまり綺麗に見えないかもしれないですけど、すごく綺麗です。ずっとねバルゲロのマップで遊んでたものだから、こうやって海が見えるのは嬉しいですね。っていうのは体力の関係もあるので、あまりこう海の上ばかりを飛んではいられないですけども、こうやって飛んでいくのを楽しんで、この辺ね、このエリアはねほとんど危険な生物がいませんね。裸で走り回ってましたけど、襲われることがほぼないという、人に襲われるというか、まあ、恐竜に襲われることはほぼないですね。しかもね、なんかね、まあ、ここにはないですけど、この島のちょっと小高いあたりとかに普通に鉄鉱石とかがあったりして、非常に住みやすいですね住みやすすぎてちょっと不信感がいいですよ。今おまけにあのイベント中でアイテムがの採取するアイテムの量も増えてるもんだから、すぐ鉄鉱石とか掘れば手に入るっていう感じですね。あの岩場のところとかも結構鉄鉱石あったりします。こういうね丸っこい島とかもあるんですが、ガンガン観光していきたいよ。ちょいちょい止まってるのはそんなにプテラのスタミナがないから。ちょっとマップを見ましょう。そうですね、このまま南の端っこを東にエリア80、緯度80、90あたり、緯度っていうのかな、
をそのまま東の方に進んでいこうと思います、ね、こんな風になっております。注意の風景、あまりこのまだ大規模な建築とかは見当たらないですね。PVP の OC っていうところでやってます。 OC オセアニナですね。 NA だったらノースアメリカ、 EU はまあヨーロッパだよね。ヨーロッパユニオンヨーロッパユニオンであってたっけ EU って。てな感じで、はい、この辺をまずは見てはいましたが、特にね、人もあんまり、ほとんど人に遭遇しなかったですね。始めたばかりで、このサーバー上に2、30人人がいるはずなんですけど、会うことはなかった。一応なんか、藁の建築員だなぁ、見たけど、それぐらいですね。さ、暑い。ここは暑いんですね。この上に泊まってみましょう。よし、何かいるという感じもしないけど、風が吹いてますね。はい、これはまた南の端を突き進んでいこうと思います。ウィー、あそこに誰かが建築してますね。あれ捕獲用の罠でしょうかね。捕獲用の罠を作ってる人が、あれ多分捕獲用の罠かな違う気がするな。なんか拠点みたいなものを作ろうとしている人がいますね。住みやすいんでしょうか。あんまりここら辺も鉄鉱石はなさそうですけどね。やっぱ住むのは鉄鉱石の取れる近くに住むのがいいと思いますけど、鉄鉱石の取れるエリアか人に見つかりにくいところかのどっちかを選んでいくべきでしょうね。まあ PVP なんでね、鉄鉱石が取れる場所みたいなのは多分こう慣れてくるとみんな分かってくるんで、そこを取られないようにしていくみたいな感じが出てくるでしょうけど、初めのうちなんでね、先に文明を発展させてそこをこう防衛を固めていくっていうのも大事かもしれません。この辺何もないですね。砂漠なのかな、いわゆる砂漠っていう感じなのかな。特にあ、何かいる。あ、サソリがいますね。ちょっと高いとこ飛びすぎてたのか。サソリがいて、これは何だろう。バッタ？サソリと、あ、これハゲ？あ、ハゲワシいますね。へえ。砂漠エリアみたいな感じですね。あれはディモルコドンかな。違うの、ハゲワシか。ハゲワシはいっぱいいる。あ、ちょっと体力が。あれはあれか。お、あれはこれが、鉄とかを溶かすことのできる。あ、名前出てこないけど、ムカデですね。洞窟の中にしかいないやつだと思ってた。こんな砂漠エリアにもいるんですね。通りましょう、行った。またスタミナが流れてきた。砂漠エリアです。砂漠エリアを端っこの方を行ってます。海岸線に沿ってね。あまり海岸線の近くに建物とかは建てない方がいいとは言われますね、船とかで海洋から攻撃を受けることがあるので、そういう場合に対処できないので海岸線に建物は建てない方がいいと言われています。あ、カマキリいますね。サソリ、カマキリ、サソリ、ムカデ、あれは何だろう。サソリ楽しい。バルゲロしかやってこなかったから、バルゲロにいない生物は非常に気になってたんです。ここも降りるしかない。怖いな。高いところに降りないとこのプテラじゃ死んじゃうかもしれない。もう死んだら即終了みたいな。プテラ襲われたら即終了でやってみます。では追従にしてないから回収できないな。追従にしとこう。さあ海岸線、この砂漠エリアの海岸線を飛んでおります。あ、
結構低いところ飛ばないと生物がいるかどうかが確認できないって感じはありますね。まあいるのはハゲワシとサソリとムカデとくらいかな。あとカマキ。高いところに行きましょう。ウィー。あれなんて言うんだかな、あのムカデというかヤスデというかなんて名前だったか忘れちゃった。だって見たことないんですもん。今まで見たことなかった。敵洞窟の中にしかいないものだと。これなんでしょうか。あ、ヒエノドンかな。ちょっと重たいですけど。え、ヒエノドンかな。犬ですかね。プテラ襲ってますね。ここはちょっと降りたくないですね。あ、重たい。マップの読み込みが。ここはあんまし降りたくないです。あ、キノコがありますね、ここ。謎のキノコ。アベレーションエリアに。バルゲルの地下とかに生えてたキノコがありますね。ここは、この辺ですね。マップの読み込みが遅い。この辺ですね。まあ、なんかその、まだできたばっかりであんまり調整がうまくできてないのかわかんないんですけど、非常に生物のいないエリアとかがあったりして、この辺とか多分降りても何も襲われないでしょうね。生き物らしい生き物がほぼほぼいない。あそこに堂々がいる。ここも比較的安全なエリアなのかもしれないです。